はいえー、まです聖書メッセージの時間となりました前回は、えー「ピリピンの手紙」の2章のから、えー、自分のことではなく他の人のことも帰り見なさいということを掲げさせていただきました、えー、私は本当に、えー、許された爪人ですね、えーまあ、自分の、まあ、こと、まあ、でも、えー、このキリストを愛する心そして自分を認めるそして、えー 隣人を愛する心を持ってこの三位一体ですね父なる神様子なるイエス様聖霊なる神様この、えー、バランスですね、えー、私は、えー、自分の思いがアップダウンし,しますね、えー、そういう状態ですけど前向きが長くなりましたですねはい、えー、この今日の、えー、聖書メッセージはこの記憶聖書からまた、えー、続いて 予言書ですね、えー、途中年末年始は、えー、2022年をに、えー、振り返ってとか2023年のに向かってとかあ,ありましたけど、えー、またこの聖書を読んでのシリーズ聖書メッセージどうお答えするか。 神様、何を語っておられるかをチャレンジしています。今日は、小預言書のヨエル書ですね。ヨエル書はまた、ピリピリの手紙も四章でしたけど、この小預言書のヨエル書も短く三章ですね。記約聖書はそれぞれの回で四回目となりますので、またヨエル書の1章に 当たりますねはい、えー、また、えー、いつもの通り、えー、このそれぞれの遺書を読んでそこからどう神様がこのメッセージを通して、えー、またどう語るべきかを訓練していますでは一言お願いいたします、えー、天の父な神様この聖書メッセージのおー御言葉の時を神様感謝いたします、えー、この者が、えー、この御言葉を正しく理解しまた正しくう 伝えることできますように、えー、脇にそれずまた自分の色にな、えー、らず、えー、神様がおっしゃっていること、また、自分自身がどう応答するかを、えー、神様が整えて、えー、思いと口で整えてください。えー、ことを誉れをしに帰して、えー、感謝して、えー、イエス様のお名前によってお願いいたします。雨、まえ、あ、栄光と誉れと賛美と,と言っていますけど、まあ、時よりこの聖書メッセージでは賛美を、えー、お授けるときもあります。 前置きが長くなりましたけど、あヨエルスですね、えー、ヨエルスの一思を早速読み出します、えー、ペテノコ、ヨエルにあった詩の言葉、長老たちよ、これを聞け、この地に住む者も皆耳を貸せ、えー、このようなことが、あなた方の時代に、またあなた方の先祖の時代にあったろうか、これをあなた方の子供たちに伝え、子供たちはその子供たち、その子供たちは後の世代に伝えよう。 かみ、えー、つくイナゴが残したものはイナゴが食いイナゴが、えー、残したものはパッタが食いパッタがあ残したものは、えー、食い荒らすイナゴが食った酔っ払いを目を覚まして泣す、えー、全てブドウ酒を飲むものを泣きわめき甘いブドウ酒が、えー、あなた方の口から立たれたからだ、えー、一つの国民が。 私の国に攻め上った力強く数えきれない国民だ。その歯はおじしの歯、それにはおじしの牙がある。それは私のぶどうの木を荒れ,捨たれ、廃れさせ私の一軸の木を引き裂きこれを丸裸に引き向いて投げ倒しその枝枝を白くした。若い時の夫のために荒布をまとった乙女のように泣き悲しめ。 穀物のすげ物と漬げのブドウ酒は四宮からたたれ酒に使える祭司たちは門に服する畑は荒らされ地も門に服するこれは穀物が荒らされ新しいブドウ酒も干上がり油も枯れてしまうからだ農夫たちを恥を見ようブドウりたちを泣きわめき小麦と大麦のために畑の借り入れがなくなったからだ 葡萄の木は枯れ、一軸の木はしおれ、ザクロ、ナツメヤシ、リンゴ、あらゆるのの木々は枯れた、人のこらからこらから喜びが消せた、祭子たちを荒布をまとって痛み、悲しめ、最大に使える者たちを泣きわめけ、神に使える者たちを宮に行き、荒布をまとってよう過ごせ、穀物の捧げ物を注ぎの葡萄酒も、 あなた方の神の宮から退けられたからだ断食を布告し布告をし清めの集会のふ良を出せ長老たちとこの国に住むすべてのものをあなた方の神主の宮に集め死に向かって叫べああその日主の日は近い全能社会の破壊のようにその日が来る私たちの目の前で食物が絶たれたではないか 私の神の都、喜びも楽しみも消えうそてではないか。穀物の土はつく。種は穀物の種は土けらの下に干からび。蔵は荒れ滑れ、穴蔵は壊された。穀物がしなべたからだ。ああ、なんと家畜がうめいていることよ。牛の群れはさまよう。それに牧場がないからだ。羊の群れも滅びる。 死を私あなたに呼び求めます。火が荒野の牧草地を焼き尽くし、炎が野のすべての木をなめ尽くしました。野の獣もあなたの愛ぎ求めています。水の流れが枯れ、火が荒野の牧草地を焼き尽くしたからです。はい、厳しい御言葉が述べられていますね。先にこののイスラ民最初 えー、最初の王様はサウルそしてその次、えー、ダビデですね、えー、ダビデが王様そしてダビデの子それもの時に、えー、そのレハブアムのユダが2部族ですね、えー、レハブアムがヤロブアムですねヤロブアムがそのレハブアムに無本を起こして、えー、自由部族を率いて北のイスラエルを率いました、えー、先に北のイスラエルはそれぞれユダもそうですけど 偶像崇拝神様によってそれぞれ北のイスラエルはアっしに滅ぼされ南のユダもそのうちバビロンによって保守とされますそのような時に伊勢をはじめダニエルエズケルまた証言者アモスもそうですねミカとか日の夜も証言者が出て神様に立ち返るように神様にに 元に来るに置い於くとことをまあ証言書は、えーえー、告げています。今日のヨルシオ一章を読んで、えー、一章ですね。この二章のまあ十三節にもまあ十二節十三節にもこう述べておられます。しかし今死の見つけ心を尽くし断食と涙と嘆きと思って私に立ち返れ あなた方の着物ではなくあなた方の心を引き裂きあなた方の神・主にたち帰れ、えー、主は情け深くあれ目深くいかるのに、えー、遅く恵み高で災いを思い直してくださるからだ、えー、そしてこの3節の、えー、3節のこの、まあ、16節にはこう書いてあります主、えー、主は主音から叫び えー、エルサイムから声を出される、天も地も震える、うん、だが主はそのための酒どころ、イスラエルの子らの砦である、うん。神様はこの作り主として、いろいろと旧約聖書には予、えー、言をされていますけど、えーまあ、クリスマスですね、えー、神様自身。 天と神様自身が諸女マリオを通してこの世に来られ、えー、福井、えー、十字架救いが成就されました感謝いたしますこの予言ですね、えー、私は今新約、えー、時代の時この聖書旧約と新約を持っています感謝いたします、えー、イエス様が来られて2000年前またイエス様は今私のため人類人類のために神様が 十字架で尊い、架がない、そして、えー、身が上となって、えー、私の罪、全然罪に、えー、その福音ですね、えー、十字架で尊い血を流して、墓に褒まれて、三日目に海がえり、そして、えー、ケーパーをはじめ、500人の方々に会えて、天にのばるとき、また助け主、えー、精霊を。 おえなると言われ、聖霊をご純切に下りました、この今、父なる神のが座の右にあって、私のために祈っておられます。感謝いたします。また来られます。この良き訪れ、よき福音をお神様、感謝いたします。日々、えー、イエス様の永遠の命に預かったものとして、この今日のよい列うですね、えー、御言葉を感謝いたします。えー、今日はこの歌詞を読んで、えー、注目して、 えー、閉じさせていいいきたいと思います、えー、お,はお話恥ずかしいお話となりましたけど、えーまあ、19節、えー、この、まあ、この一節一節にはあまあいわゆ書の一章の一節二節にこう書いてありますね、えー、ペテルのおこのヨエルにあった主の言葉長老たちよこれ聞け、えー、この地に住む者も皆見向かせ、えー、このようなことがあなた方の時代 またあなた方の先祖時代に当たろうかということでえ厳しいことが宣告されていますけど今日はえまあ19節これを覚えて主を私はあなたに覚え持っています。火が荒野の牧草地を焼き尽くし炎がののべての木をなめ尽くしました。厳しい言葉ですけど神様はこのあっても荒れみをもって救い主イエスを クリスマスですね、もうすぎましたけど、このようにお使わせになりました。感謝いたします。この方に会って、立って、私は、この死に立ち返る信仰を覚えていきたいと思います。感謝いたします。前回のピリピリピリの手紙でも、自分のことだけでなく、他の人も帰り見なさいと。 とといいうことを学ばさせてたただきました今回もイエス様がこの、まあ、旧約時代ご存、えー、の民それぞれ北のイスラエルも南のイダム滅ぼされましたけど、えー、ある意味をもって、えー、救い主をこのように、えー、おくりになれましたこ,のこれは約束旧約聖書の創世紀の時,時の約束を神様は成就 真実神様は真実を貸しました。感謝いたします。この漱、えーえー、石の3章の15節です,ですね、えー。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとにかみつく、えー。感謝いたします。 私の救い主イエス・キリストをこのようにお与えになりました。感謝いたします。イエス様を信じる幸い、恵み、永遠の命にあざかるこの良き福音を心より感謝いたします。訓練として今日はこのヨエル賞の衣装からの御言葉として。 よき訪れ、神様の真実、約束に心より感謝いたします。マ、え、サート、ま、です、えー。この時を感謝して、えー、イエス様の名前によってお祈りい,いたします。えー、なかなか、えー、難しい、えーまあ、お話、メッセージとなりましたけど、えー、このマサートの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。えー、次回の、うん、セッション、メッセージでお会いいたしましょう。週や限列、パシャンブリズ、シャロム、シャロム。